大西空は日本のバリトン歌手。2014年、ジュリアード音楽院大学院終了。2015年により、シカゴリリックオペラに所属し、アメリカ在住だが、日本でも毎年リサイタルを開催している。ハイバリトンとして、モーツァルト、ロッシーニ、ベルディなどのオペラを中心に、フランス、ドイツの作品まで広いレパートリーを持つ。 エレナ・オブラス・トアに訓等を受けて始めたロシア歌曲も、現在は重要なレパートリーの一つである。他にも、英米歌曲や、ドイツリートを得意とする。これまでに、菊池恵美、エレナ・オブラス・トアエム・レアーレ、横山修司、ドクター・ロバート・シー・ホワイト・ジュニア、ダニ・シジ。リチャード・ボニングからは、彼は、将来を約束された才能の持ち主だと評価されているか、 アメリカの雑誌オペラニュースの次世代期待のオペラ歌手15人の一人として紹介される。2017年よりジャパンアーツ所属。4歳からピアノを習い、中学、高校では吹奏楽部でチューバを演奏していたが、声楽とは無縁の生活を送っていた。高校2年の冬、吹奏楽部の親友の楽譜を介さずに表現する歌こそが最高の芸術という一言で、 オペラ歌手を目指そうと決意し、高校3年で、初めて声楽の先生について、レッスンを始め、中高一貫の進学校から、武蔵野音楽大学声楽科に進学した。財団法人練馬区文化振興協会主催第23回、新人演奏会オーディション声楽部門最優秀、小受賞。区内庁主催の音楽大学卒業演奏会にて、皇后陛下及び、 皇太子殿下の午前で演奏を披露し、学生代表を務めた。2008年、第62回、全日本学生音楽コンクール声楽部門第1位、第39回イタリア声楽、コンコルソミラの部門金賞及び、バリトン特賞を受賞。武蔵野音楽大学声楽科及び大学院を、主席で卒業する。2009年、第1回ジュリアード音楽院声楽オーディションバイ。 イファクで最優秀賞を受賞し、ジュリアード音楽院声楽科の一次試験を突破。2011年9月、ジュリアード音楽院声楽科に唯一の日本人として合格し、世界芸術文化振興協会より全学奨学金を得て進学。このオーディションでのエピソードやジュリアード音楽院での出来事などは、2013年放映のサクセス登門でゲスト出演した際に、 語られている。ジュリアード音楽院のオペラでドン・ジョバンニに出演した写真が2012年ジュリアード音楽院声楽科のパンフレットの表紙になった。2012年3月半年の在学期間でジュリアード音楽院在学中の声楽科全66人の中で上位2名だけに与えられる栄誉者リサイタルに日本人で初めて出演。2012年 オペラインデックス国際声楽コンクールで優勝。2013年、ジュリアード音楽院大学院オペラ専科進学、ゲルダリスナー国際声楽コンクールで優勝。リチア・アルバネーゼプチーニ国際声楽コンペティションで第1位。2015年より、シカゴリリックオペラ歌劇場に所属し、数々のオペラに出演している。ABCD ・小暮レ・サ n y オペラ界を沸かせる大西そらってニュースウィーク日本語版オリジナルの2014年4月11日時点におけるアーカイブ https://archive.eats:/20140411104919/http:/www.newsweekjapan.jp:/newsrom/2014/02/post-2777.php what the next generation オーションオブグレート、オペラシンガーズ所属のお知らせ、大西空 APC 米名門音楽院が、リサイタルで喝采を浴びた、朝日新聞、2012年6月12日、2013年5月26日、閲覧。a b 第158回2010年2月17日、大西空割りトン、練馬区公式ホームページ、2013年5月26日、未来の大気体制宇宙、 リサイタル、リビング玉編集部ブログ、2013年5月26日、閲覧。入賞者一覧から全日本学生音楽コンクール、2013年5月26日、閲覧。日本イタリア協会第39回イタリア声楽、コンコルソ受賞者リスト、2013年5月26日、閲覧。ジュリアード・エス・マーカス・インスティチュート、 フォーボーカルアーツプレゼンツイッツアーニュアルソーンフェスト、フィーチャリングセブン・ジュリアード・シンガーズ・パフォーミング、ヒューゴウルフ、S、ムーアリーカ・リーデル・オン・サーズデー、ディセンバー・ロアット・ハ p m イン、アリスタリー・ホール、2013年5月26日、閲覧。オペラ・インデックス、シンギング・コンペティション、2013年5月26日、閲覧。 バリトンの大西さんが優勝 NY のオペラコンクール、産経新聞2012年10月15日、2013年5月26日、閲覧。バリトン歌手の大西さんが優勝 NY のオペラコンクール、京都新聞2012年10月15日、2013年5月26日、閲覧。ファンデーションプレゼンツウィナーズオブインターナショナルボーカル、コンペティション。 2013年5月26日閲覧。ザ・リシャア・ルバネーゼ・プッチーニ・ファンデーション・エス・アニアル・インターナショナル・ボーカル・コンペティション。2013年5月26日閲覧。ありがとうございます。